今回の缶詰は前回に引き続き北海道函館にある函館基地隊からお届けします。前回は函館基地隊の役割や機雷を処分する掃海艇青島をご紹介しました。今回は実際に青島に乗り込み水中処分員による機雷処分訓練の様子をお届けします。まずはじめに水中処分とは、水中処分員が機雷に直接爆薬を装着して処分する方法であり、掃海艦艇がいない場合や掃海艦艇が航行できない海域において実施します。そして今回機雷処分訓練を実施するのが青島処分士の藤田です。普段は水中処分員の指揮を取っています。青島水中処分員長の畑山です。普段は潜水訓練の計画をしています。青島水中処分員の上松さんそうです。普段は一番下なので雑務一般、先輩から熱い指導を受けています。水中処分員とはエクスプローシブオードナンスディスポーサルダイバーを略して EOD と呼ばれています。水中処分員になるには潜水と爆発物処理という危険を伴う2つの任務が課せられているので、その道のりもとても険しいものとなっています。掃海艦艇が機雷らしきものを探知した後、それが機雷であるか確認するために水中処分員はゴムボートに乗って爆発物に向かいます。今回は通称ハンドソナーと呼ばれ、音の反響を聞き分けて機雷などを捜索する携帯用機雷探知機を使用して水中の探知目標を捜索します。装備品の重量はボンベを入れておよそ30キロにもなります。作業内容、ハンドソナーによるトリプルエン捜索、水深7メートル、了解、はい、滞定時間最大10分、了解、はい、何か不測の事態があったらバディで揃って上昇せよ、了解、はい、後方飛び込みよーい、はい、よーい、よーい、へー。ハンドソナーで探知目標を捜索していきます。この日の水温は12度、視界も悪く濁っていますね。潜る場所や時間を選べないのが水中処分員の任務です。視界の悪い海や夜間の機雷捜索も行います。探知目標を発見しました。探知目標にバディで近づき確認します。目標を確認した水中処分員が戻ってきました。結果はどうだったのでしょうか。水中処分委員長に対し2人揃って OK のサイン、異常なしの申告です。水中処分員はこのような訓練を1年中、冬の寒い時期も夏の暑い時期も実施しています。水中処分員の皆さん、今後も頑張ってくださいね。この動画が良いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。